はいどうも、お茶です。じゃあ今日はね、芯を使っていこうと思います。昨日ね、間違って回だったんでね、本当申し訳ないです。4P の人でやりたい、お願いします。やってくんないかな。あ、やってくれた、やってくれた。20段でプレマカラー黄緑ってなかなか珍しいですね。出た、ファースト。あんまり好きじゃないんですよね、苦手なんですよね。リーチ長いキャラっていうのがね、あと6杯じゃなくて6杯だったっけな、中段見えないんですよこいつの。あーっと今 JS が出ませんでしたね。ちょ、肉食いたいんだけど安全に食えないんだな、リーチ長いからこういうやつって。でこうやってちゃんとこけ出してからね、ファースト戦は肉を食っていかないと。やってないし、でもバーストガードされるっていうね。やばい、花火出た。しっかりバースト読んでいって、ここ殺しきりだった絶対。もう、あ、よかった。ちょっとコンボミスとか、あと殺しきり逃したり、ちょっとそういうの多いですね。あんまりいい勝ち方とは言えない。しっかり地上戦やっててね、それ当たってくれるのは本当にありがたいんだよ。あー、なんだなんだ、開幕よくわかんない暴れちゃったぞ。でこけさして、これ暴れ潰し。あー、ダストやってきた。ファーストのダストって無敵ついてるらしいですね、この前教えてもらったんですけど。だから結構リバーサーにダスト暴れとかしてくる方ね、結構いるんですよ。なんでだろうって思ってたんですよ、ずっとね。あー、バカ。こういうね、悪い癖直していかないと。すー構えちゃう、手段に。これ、バック戦引っかかった感じかな。さあ、開幕行動どうしよう。演出よし、相手結構ガードが出てくる。あー、ちょっと距離的に今取れたかな。さあ、このヘリオである。投げれるでしょ、これ。これ、神ビーグループいけるか。いや、無理だね。とりあえず、おとなしくこれで締めて、で、バースト開かせて、ブリッツ。あー、投げられていく。オッケー。さあ、20段相手に。勝ったのはこれ、ランクアップマッチに非常に近づいたのではないでしょうか。相手の方すごいガード固めてくる方だから、個人的に結構やりやすかったりする。その割にそんなガードは固くないというね、まあ、失礼かもしれないけど、ガード固めてくるんであればもうちょっとね、ガード硬かったりするとやりづらいって思いますね。はい、さあ次回対空してくる。あ、相手自爆した、ラッキー。これもう一発入る。あー、ミスった。またラッキー、投げ漏れてただの投げ。 OK。さあ、開幕行動はおそらくガード固めてくる。あー、分かって投げに行ったんですけどダメでした。おー、すげえな、ブラックホールに吸い込まれてるからすごい歓声になってこっち飛んできた。オッケー、ボス伸びていく。読んでいた。あー、けどな、なかなか距離離れるんだよな。さあ、6回しっかり見て、5番からしか6回にガトリングがつなげれないっていうね、この前すごいありがたい情報いただいたんでね。5番見たら、あー、投げてきた。 OK。 投げに行ったんですけどダメでした。あ、バカ、甘えちゃった今、手段に。あ、バカ。あー、今のはさすがにな、立った方が良かったら立てるはず。開幕 NS でやってみよう。
ダストに甘えていく。もう一回違ったけど、まあ当たったから結果オーライ。あーバカ、前パン早すぎる。バックして読み、これ頑張ればバースト覚醒で殺しきりあるかも。無理だな、さすがに。まだしっかり肉食って、あー巻いちゃったですよね。まあさすがにね、そこは対抗されないとおかしい。もう一回レレレ、あーちょっと待って、レレレ確かバーストで切り返してくる。これ直がされると投げ角ですね。あー出た、いきなり6番じゃなくて前早い、前早いかな多分、中段がね、わかんない。もう一回レレ、そうダメだな、死んだわこれは。まだ生きてる。あー投げられた。いや惜しかったですね、ちょっとね。やっぱ中段かな、中段ですぐ崩れちゃうんで、そこが問題ですかね。あとは桂田とかに甘えすぎたかなっていう。さあどこで抜ける。いや今の当たってたらリターンやばかったのにな。もう小判さばいていこう。レレレ読み、ウルフやったじゃん。出る前に潰されましたね、おそらく。ブルの後に入れ込み、あーやっちゃった。これ殺しきられそうだったけどな。ちゃんと6回だけ見て、6回だけ駒投げもねされそうなんだよな、アマガードとか見てると。さあしっかり上り中段当たってくる。どこで肉食うか、やべ駒投げされそう。肉食って、あーやったやった。あの距離でピークをね暴れんのはちょっと俺の悪い癖ですよね。完全に円安だったな今。円安だったら勝ってたじゃん普通にな。やっぱりそういうとこだな。駒投げされそうなんだよな、この方あんましてこないけど。あバカ、だから振っちゃダメだってピーク。あとエルクでちょっと距離詰めすぎかな、もうちょっとダッシュして。レレ読みとかでエルクはないけど、どうしよう、ちょっと固まりすぎだな。であれ読み来なかった。あー肉食いづらいなほんと。ブルやべ、かくった。あーちょっと待って、どうすればいいんだろう。ゲージない時のどこでもドア、やばい死ぬ。あっち見えねえマジでいやー普通にファウストの中段見てから立つべきなんだよな。はいってな感じでね、ちょっといろんな悪い点がありましたね。まあ一勝できたんでね、まあ一応ランクアップには近づいたんじゃないでしょうかね。ということで、今日はこんな感じの動画になります。では失礼します。